こんにちは。ピラティススタジオイークオリティインストラクターのみゆきです。今回は胸板を厚くするエクササイズを2つ紹介していきます。女性にはバストアップの効果もあります。ではやってみましょう。四つ這いになります。肩の真下に手のひら、足の付け根の真下に膝が来るようにしておきます。両膝を閉じてつま先立ちになります。頭と首は背骨の上の延長線上にあるように意識をしておいてください。では息を吸って準備します。吐き出しながら両膝を床から5センチぐらい持ち上げていきましょう。吸いながら下ろしていきます。続けます。吐いてゆっくりと足を持ち上げます。その時に背骨の形が変わらないようにコアの力を意識しておきます。吸いながら下ろします。さあ、2つ目のエクササイズです。今度は手のひらを少し前、ちょうど手のひら1枚分ぐらい前につき、頭から膝が斜めの一直線になるようにして両膝を曲げておきます。では息を吸って3カウント肘を曲げて上半身を床へと近づけます。吐き出しながら胸の筋肉を使って体を起こしていきます。もう一度吸うごとに肘を深く曲げていきます。吐いてゆっくりと持ち上げます。あと1回だけやってみましょう。吸う、2、3、吐いてしっかりと持ち上げてください。はい、 OK です。さあ、今日も気持ちよくエクササイズはできましたか？ピラティスで楽しく美しく健康にお過ごしください。